おはようございます。塚原農園です。今日はキャベツの畑に来てます。いつも収穫をしているキャベツなんですが、今日は100円ショップダイソーさんから出ている包丁を使ってキャベツ100玉を収穫してみたいと思います。今回はダイソーさんで売っている包丁を全部買ってきてみたんですけれども、4本ありました。まず穴あき包丁、一般的な万能包丁に穴が開いているタイプですね。そしてもう一つが普通の、万能包丁ですね。先が尖っているんですけれども、真ん中は穴は開いていません。そしてもう一つがなっきり包丁です。先が尖っていないタイプの包丁になります。でもう一つがオールステンレスの包丁です。これだけは価格は300円でした。では私がいつも使っているタイプの包丁としてはこの2つが似ているんですけれども、私はいつも先が尖っていないタイプのなっきり包丁なんですけれども、まあ、このアイノコンタイプをいつもね使っています。どっちの方がいいかな、キャベツなので先が尖っている方が使いやすいと思いますので、じゃあ今回は、キャベツ100個収穫するのにこちらの万能包丁、一般的に、使ってられているお肉、魚、野菜、何でも切りやすいと書かれているこの包丁を使って、収穫してみたいと思います。はい、これが記念すべき最初の箱出しの状態の包丁になります。とても綺麗ですね。この包丁の全長のサイズは 27.4cm になってますね。それではまず一玉だけ試し切りでやってみたいと思います。おう、普通にいつも使っている包丁のようにスパッと箱出し状態では切れました。とても綺麗にスパッと切れてますね。一突きでこんな感じで私は切りました。ちょっと刃先の方にね、この尖っている方に近い方でスッと滑らすように一回スッとやりましたが、一回で、とてもキャベツって芯が硬いんですよね。下の方はこの切り株のところがすごく切り口が綺麗に切れることができました。では残り99玉収穫していきたいと思います。はい、ちょうど今100玉ぴったり、キャベツを収穫することができました。100円ショップダイソーさんの包丁を使って、キャベツを100玉今収穫をしてみました。箱出し1回目、キャベツ収穫した、切り味と100個目の最後の1玉までの切れ味は、変わらずずっととても切りやすかったです。今朝の8時に収穫しているんですが、まあ、12月下旬真冬の、8時といえばまだ畑の野菜は凍ってます。はい、こちらのようにキャベツの葉っぱに溜まった、水とかがですね、朝はガチガチにこんなに厚い氷が張っているぐらいなんですよね。まあ、そんな環境の中で、キャベツの切る
この包丁などで切るととても芯が硬いわけなんですね。途中欠けるかなと思っていました。一応ステンレスと書かれていることだったんですけれども、全然どこも欠けてませんね。もうほんと箱出しの状態です。もう欠けどころかこの傷一つないです。刃先も綺麗に揃ってます。キャベツ100個収穫した後の包丁がどのぐらい切れ味が残っているか紙を切ってみたいと思います。おおおー、すごい切れ味ですね。100個切っても紙が簡単に切ることができました。先ほど私が収穫していたものはこちらの万能包丁でした。ちょっと他3本も気になってしまったのでちょっと箱から開けてみました。こちらの穴開き包丁もちょっと見ていきたいと思います。すごく鋭いですね。綺麗に研がれてます。こちらの方も綺麗ですね。この先ほど私が使った万能包丁と比べるともう大きさは一緒です。で、厚みも同じですね。で、軽さの方はどうでしょう。穴が開いている分やっぱこちらの方がいくらか軽いと思います。で、なっきり包丁の方は厚みは同じですね。で、大きさに関してはちょっと形状に違いはありますが大体似たようなものです。で、最後にオールステンレス包丁という、これ300円なんですけれども、これだけ厚みが若干こちらの方が厚いです。ほんのわずかですけどね、しっかりしてます。ハンドルも持ちやすいですね。全部こう一体化してるのでこう綺麗ですね。で、こちらのオールステンレスの包丁は穴は開いていないんですけど、ここへこんな感じで丸く楕円形状のものがくぼみがついてます。これがおそらく穴開き包丁みたいに切っても例えば野菜とかがくっついてこないように加工してあるんでしょうね。反対にも同じようについています。まあ、ほんの少しですけど、ついでにこちらの3本の包丁もキャベツちょっと切ってみたいと思います。ではまずは最初に万能包丁の穴開きタイプから切ってみたいと思います。おお、切れやすいですね。あれ?こっちの方が切れやすいかな?刃の方がちょっと薄いのかな?あれ?万能包丁もとても使いやすかったです。穴開きじゃないやつ。でも穴が開いてる方がキャベツを収穫するにはスパッとカミソリみたいに切ることができるぐらい、これは私がいつも使っているあの収穫包丁と全く同じな切れ味でした。ちなみに私がいつも使っている包丁は鋼の包丁なんですけれども、その包丁と全く同じようなこうカミソリでスパッと切るような感じの、切れ味がとてもいい感じでしたね。これすごいです。はい、次はこちら、なっきり包丁になります。四角いやつですね。先が尖ってません。こちらには刃が入ってません。刃が入っているのはここだけですね。よっ。おー、これも切れますね。すごいな。おー、すごいです。もう、ちょんと株元をスッとやっただけで、スワッといきますね。これは一番最初に使った穴開きではない普通の一般的な万能包丁と同じような感覚でした。この形に関してはキャベツを切る分には全く問題ないですね。では最後にこちらステンレス包丁です。これの切れ味を確かめてみたいと思います。どれどれ。おお、すごい。これこれはもういつも私が使っている包丁のとこう目をつぶったら全く同じだと思えるぐらいの感覚で今切れました。おお、すごい。いや、今ちょっとね、いつもの感覚でちょっとつっついてみたらあまりにも切れ味が良すぎて下の方まで地面まで刺さっちゃいました。そのぐらい切れ味がいいです。もう一回
ーこれすごいな。うん、いやこのステンレスの包丁もすごく切れ味抜群です。ただ他の先ほどの3本の包丁と比べるともう持ち手のところも全部ステンレスなんですよね。でこれ刃が少し長いのかな、その分ちょっと全体的に重くなっているので、農家として野菜を例えば1日にキャベツを5000玉とか5000個収穫するにはちょっと手が疲れてしまうと思うので、たくさん収穫するにはあまり向いていない、まあ台所キッチンなどでキャベツを普通に調理するために一玉を千切りするにはこれは抜群の向いている包丁かなと思いました。これもすごい切れ味でした。いやー100円ショップダイソーさんの包丁すごい切れ味でした。今回はこの万能包丁を使ってキャベツ100玉切ったら切れ味がどんな感じになるかということでやってみましたが、とても最後までいい切れ味でしたね。うん、これだったらもう間違いないと思います。私が個人的に後からほんの少しずつですけれども、まあ、全部箱から開けて切ってみたところ、実際にこれから自分が長くこの中で使い続けるキャベツを収穫するためだけに選ぶならこれです、穴あき包丁です。理由としては万能包丁にすごく似た切れ味があるにもかかわらず穴が開いている分すごく軽いんです。私たちは農家としてキャベツを1日に何千玉と毎日のように切っているので手首が腱鞘炎になりやすいんですけども、包丁はとても切れ味を求めて丈夫で、そして長持ちをする、そして軽い、この三拍子が揃った包丁を求めています。それにとても近いのがこの穴あき包丁でした。ただ今回はちょっとしか切ってませんが、まあ、残りキャベツ10万玉あるんですけども、この包丁を使って切ってみた感想などがあればまた今後紹介していきたいなと思います。まあどんな包丁でもそうですけど、やっぱ自分に合った包丁を見つけるっていうことがやっぱ大切ですよね。まあそれと同時に使い終わった後はやっぱきちんとメンテナンスをすることですよね。そうすることによって怪我をせずに次も切れ味のいい状態で長く使えるっていうことがねやっぱいいですからね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。